当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では案件でいただいたこちらですね、これをちょっと使って作業の方をしていこうと思います。カメラはいつも使ってるカメラスタンド、ここにセットしましょう。でこの台座そのままここにあの三脚につけれる穴があるんだよね。これにつけれると思うんだよ。やっぱりつけれたね。いけたいけた。ではね、このカメラを使ってやっていきましょう。止まってしまうんだよね。なので一旦バラして、で鏡面化をすることにします。鏡面化をして、そしてあとは様子を見る、止まっちゃうんだよね。マジで本当に不具合が多くて、どんな感じか見てみましょう。タイムグラファーに乗せてね。まず巻くか。こんな感じ。非常に悪いんだよね。計測不能ぐらいですね。この、深角、振り角はもう164度。もう、なので一旦、ムーブメントをばらしてみます。ムーブメントとモジュールを分離させて、で、まずは、ムーブメントの状況というのを見ていきましょう。これでムーブメントがね、不具合なければ、よし、7750、上海製。まあ上海製ってことは当然モジュールがいけません。ダメですね。まずは、ローターを外しますと。そして、クランプを外す前に。アクシンを抜きますと。よし、外せました。そしたら、今ちょっとね、こっち側に全部くっついちゃってきてますね。で先ほど外した受けですね、この受け。受けとこちらのモジュールのビスが違います。ビスが長さ違うんですよ、これ。これが受けのビス。これがね、モジュール側のビス。
ほら、ネジの長さが違うの分かる？ネジの長さ違うんですよ。だからこれ注意が必要です。分けておいて、おいた方がいいです。タイムグラフに載せます。ただ、なんかすごく乱れてんね。271までにはなってるけど、非常に乱れてる。なんなんだろう、この乱れは。なんだ？何がこんな乱れてる？ちょっと乱れがあるね。ちょっと怪しいポイントがあるので、見ましょう。ではね、拡大もしてみましょう。カメラはね、この電球さんを使ってみました。どうでしょう？まあ、今後ね、いろんな、その作業に使おうと思ってます。やっぱり拡大す、モニターがちょっとね、離れてるところにあるので、パソコンがどうもダメだったから、そこをね、改善しつつですね。うん、でもかなりね、拡大できます。ほら。で、オートフォーカスはどれだっけ？ほら。ピントもね、かなり合ってくれるでしょ？今日はですね、ベンキューさんのアイデアカム S1 Pro、 こちらで撮影をしてみました。まあ撮影のした感じですね、やっぱり音の拾いはあまり良くないというのも、まあ、ここでカメラをセットして撮影をしておりました。こういう感じだね。ここで撮影したんですけど、マイクがね、ここにあるんだよね。マイク多分これなんだよ。で、まあ、特に拡大鏡ですね。拡大鏡。この、接写レンズみたいなの。これをつけると、マイクが隠れちゃうんだよね。だから音の拾いはあまり良くない。で、タイムグラファーの音もあまり拾ってなかったよね。だからまあ、カメラはいいんですけど、音はやっぱり拾いにくいっていうのはあるね。どうしてもね。うん。なので、まあ、ちょっと画質は抑えてるんですよ。画質は上げないで、まあ、撮ってたので、まあ、ちょっと画質もね、そんなによくはなかったんだけど、次回もう一回ね、撮ってみます。もう一回やってみます。というのも、このね、やはりね、俺、今回こう今撮影してるのはいつものカメラなんですけど、この S1 Pro と、このカメラの音源、これでまあまあ、なんていうか、音を拾ってあげて、だから二大体制ですね。だから、こっちはこっちのカメラ。だから、下を映すような感じですね。下を映してあげる。作業用のカメラで作業を、これで撮ってあげる。こちらでもって、この作業風景もこう一緒に流そうかなとも思ってます。二大体制みたいな風な感じでやるか悩んでるんですけどね。うん。せっかくいただいたものなので、どんどん活用していこうかなと思います。もうちょっとね、研究が必要です。どういうふうなことを、どういうふうな感じで撮るのか。で、ちょっとね、買ったノートパソコンで録画してたらね、
カクつくんですよね。だからディスクトップに今つないでやってるんですけど、ちょっとカクつきが発生してね、そこをちょっとまたね、勉強さんの人にちょっと聞いてみようかなとは思ってますけど、ちょっとスペックが足りないのか、そのアーカイブを残すとカクつくのがちょっと気になるんだな。なので今はまあね、こっちのでっかい方のディスクトップでつないでるんですけどね、ちょっとそこをまた相談しながらやってみます。次回はですね、あ、ちょっと暗いなと思ったら照明ついてなかった。ほら、照明はやっぱ大事ですね。次回はだから時計本体をこの接写モードで、あらららこれで撮影してみようと思います。そしてまあこれとまあ2つ、音源はこちらでね、この接写モードカメラは、映像はこれを使って S1 Pro を使ってやってみたいと思いますね。せっかくいただいたので、いろいろなそのね遊び、そしていろいろなこの撮影をねしていこうかなと思ってますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。今後ライブなんかではね、このカメラを使おうと思ってます。非常にあのね、持ち運びも楽です。本当にこれだけだから。でね、やっぱこの、ね、三脚にもこれつけれるんだよ。これがいいじゃないの。これね、三脚の足を改造してるあの撮影カメラのあの台座なんですけど、ほらこれでね撮影できるんだよ。だからここをこういう風にカメラの三脚とかね、スタンドにこうやってねつけれるんだよ。ここをこうくるくる、これネジ式になってますからつけれる。これでかね、これがすぐつけれるんで、これはね、ここもね、若干こう、あれなんていうのかな、マグネットになってるのかな、あ、こうマグネットになってます、ほら。まあ、あまり強いマグネットではないから、ね、落下するかもしれないけど、でもね、マグネットがないよりは、全然いいよ。本当にいい。すべてはこうマグネットになってるの、これ、ほら。ね、すごくいいんですよ。なのでね、次回はちょっと、時計の比べというのかな、時計の撮影ですね。ちょっとやってみたいなと思ってますんで、まあ案件とはいえね、3回に続けてやってみました。3回に続けてやってますんでね、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、こういった日村さんはインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。